第3位、放送事故となった腕がもげた森脇健児。2020年9月1日に放送された第29話。この回は前代未聞のちょっと定義が合計118回にも上る青田街スペシャルになり、その中でも森脇健児が話題となったネスタリゾート神戸に行き、終始意味のわからないギャグを連発するのだが、キャニオンドロップというアトラクションに入る。転がり出すと勢いがすごくて叫びまくる。最初は手につけてたカメラで自分の顔を映しているのだが、少しずつカメラが離れていく。ノブが思わず手が取れてると言い、映像を改めて確認するとちゃんと手にカメラついているのだが、さらにどんどんと離れていく。最終的には足がありえないほど離れて衝撃映像となった。出てきたら手は大丈夫だったのだが、頭がものすごくハゲていて、それを見たノブは80歳のウニみたいとなるほどいろいろな奇跡が起きた面白回となった。第2位、面白大喜利となった病み上がり寮。